はい、こんにちは、モミニストの岩ちゃんでございます。今日はですね、ちょっとセルフマッサージの方を、一つご紹介したいと思います。僕もですね、日頃セラピストとして働いてるんですけれども、どうもね、手のね、ここがね、硬くなってきちゃうんですよね。やっぱこう面で押し込んでも点で押し込んでもどうしてもね、ここ使うんでガチガチになってきちゃうん でこう自分でね、こう揉んでもいいんですけどね、あんまり気持ちよくもないし、ちょっと毎日続けるんが大変なん でそこでね、僕がちょっとね毎日続けてるのがこの電マちゃんですね。まあ電マといえばタイラー D 水谷さんですね。僕も、この間その講習行ってきました。まあ、ちょっとそこでね、習ったあの V ではないんですけど、この電マちゃんでね、こうこうね、この電マでやるとですね、やっぱり、毎分5500の振動があるんで、指でほぐすよりも断然ほぐれがいいです。はい。でやっぱセラピストの皆さんはね、毎日毎日ね、何時間とお客様の方を、揉んでるんでね、まあ、自分のセルフケアっていうのがなかなかねできない方も多いと思います。でやっぱそこでね、この電マちゃんはねとても楽してほぐれがいい。はい。でね、こう片方ずつねやるのがね面倒だなーなんて人はこうね、こう挟んでもらって、これでね両方いっぺんにできたりもするんで、まあもしよろしかったらお試しください。はい。で必ず使うときはハイモードじゃなくてローモードでお願いします。ハイモードだとね、まあ音もうるさいし、やっぱ刺激が強すぎるんで、あまりおすすめではありません。はい。で、まあ、この間タイラー D 水谷さんのね、講習行ってきまして、こうね、こういう修了書、こういうのもいただいてきました。でこれのね裏にね書いてある正しい電マの使い方、これね、ローモードペンシル持ちで丁寧に、はい、これはね皆さん必ず守ってくださいよ。それでは、ね、モミニスト岩ちゃんのセルフマッサージのご紹介でした。ありがとうございます。